象にまた一歩誰かに押されてまた一歩自分の力でまた一歩誰かの力でまた一歩振り向いたら足跡二ついつの間にか空は晴れている涙がこぼれる時も叫び届かない時も相手にされない時もうつむいて歩く時も誰かと一緒にまた一歩おはようございます。関根弘之です。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて今日の番組は、今年の1月に天国に旅立ったピアニストの工藤真史さんを紹介いたします。工藤さんは幼い時にピアノを始め、神戸女学院大学でピアノを学び、その後ドイツに留学し、複数の大学で研鑽を積む傍ら演奏活動を行っていました。そんな中、2012年に直腸がんを、翌年には追い打ちをかけるように乳がん、そしてさらに肺への転移を宣告されました。治療を続けながら演奏活動を続けていましたが、今年の1月に天国へ旅立ちました。今日は2018年に収録したインタビューと演奏をお届けいたします。それでは今日もライフライン最後までご覧ください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。今年の1月、ピアニストの工藤真史さんが48歳という若さで天国へ旅立ちました。今日は2018年に収録したコンサートやインタビューを交えながら工藤さんの人生を紹介します。5歳から始めました、音楽は私にとってごく自然なものとして、いつもそばにありました。私の母も歌うことが好きで、よく家で歌を歌ったり、私も母の伴奏をしたり、また姉もピアノを習ったりしていましたので、家の中はいつも音楽に囲まれていたような気がします。そしてまた私にとってピアノを弾くということは、自己表現の一つとして、すごく大切なものであったと思います。私が卒業した小学校の卒業式では、一人一人が将来のことについて宣言するんですね。でその時、大胆にもすで、に音楽を通して皆様と一つになりたい、世界共通語である音楽を通して、皆様と思いを分かち合いたいっていうことを宣言した記憶があります。
工藤さんは音楽家を目指して神戸の大学でピアノを学んだ後、ドイツの大学で研鑽を積み、その後もドイツのミュンヘンを拠点に演奏活動を行っていました。順風満帆といえるピアニスト人生でしたが、突然悲劇が訪れたといいます。生活の拠点としていたドイツでは、滞在ビザ、私はそのアーティストビザというビザだったんですけれども、それを取得して、そして順調に仕事の方も、軌道に乗っていた頃でした。ドイツに渡ってからもう10年以上が過ぎていました。その順調に仕事が行っている一方で、体調の方が思わしくない日が続きまして、仕事やまた日常生活にも支障をきたすようになりまして、自分でもおかしいなとは思っていたんですけれども、まあそこを無理して過ごしていたように思います。その年に、それが2012年だったんですけれども、日本に帰国する機会が与えられまして、また仕事もうまい具合に調整できまして、その体調のこともあったので、少し帰国の予定を早めて日本に帰国いたしました。それで、早速その専門病院に、行って見てもらったところ、即入院そして手術と言われました。その結果は、進行性の直腸がんでした。その時は本当に、信じられないという思いではあったんですけれども、もう即入院即手術という、ことだったので、ゆっくり考えている暇もなく、また病院を探したりする時間、また余地もなく、その当時日本での滞在先であった岡山の病院で手術を受けました。2012年の秋、直腸がんと宣告され、失意のどん底に突き落とされた工藤さん。演奏活動を休止し、日本で治療に専念することになりました。その後、半年の抗がん剤治療を受けました。その時に医師から、その抗がん剤の後遺症によって手や足の、手や足の指にしびれが残ると、言われ、そのピアニストとしての人生、もう絶たれるんではないかという、そのような危機にも陥りました。そしてその翌年、追い打ちをかけるように乳がん、進行性乳がんの宣告も受けました。同じく抗がん剤治療そして放射線治療を受けまして、副作用によって頭髪も抜け落ち、本当に心身ともに大きなダメージを負いました。直腸がん、そして乳がん、どちらも進行性のがんでした。心身ともに大きなダメージを負った工藤さんですが、キリスト教の牧師の家庭に生まれ育ち、クリスチャンでもあった工藤さんは、神様にどうしてと問いかけたといいます。その時の正直な思いは、神様、なぜなんですか、なぜ今なんですかという思いでした。その時にすぐに答えは返ってきませんでした。私はあと何年生きられるんだろうか、再び外の世界に戻る日が来るんであろうかと、まるでフィルター越しに見るかのような、そのような思いで長い入院生活、また治療の日々を、過ごしておりました。現実的に生身の人間として、死と向き合う、そのような日々でした。
人間的にはどん底と思われるようなそのような中にあって、また試練の最中にあって、でも不思議なように新しいビジョンが与えられて、そして今の私だからできることがあるのではないかと、ピアニストとして今までのように演奏することは難しいとさえ言われた私が、少しずつ、活動を再開させていただくようになりました。最初は地元神戸の病院や教会施設などで音と映像によるコンサートを私の証も交えて、させていただくことになりました。全体で30分ほどのプログラムなんですけれども、その時の私の状態を思えばそれがもう精一杯というか、体力的にもまだ回復していない状況でしたので、それでも本当に多くの方々が喜んでくださって、そして本格的なその演奏活動に向けて、またその CD 制作を望んでくださり、またその祈り、背中を押してくださいました。病院や施設、また工藤さんのために祈り支えてくれるキリスト教会で活動を再開するようになり、死と向き合う生活が神様と人の愛を感じ、それを多くの人と分かち合う生活に変わりました。また2016年にはファーストアルバム「コンパッション生かされて」をリリースします。コンパッションというタイトルは、皆様と共に歩ませていただきたい、共有し合いたいという願いも込めて、付けられたものです。本当に日々神様の愛に生かされて、こう活動を再開させていただいておりますけれども、同じその悩み、また同じ痛みを持つ人々とこう共有し合い、共鳴し合いながら、そういう活動ができるってことは、そのアルバムのコンパッションというタイトルのその精神というか思いとも重なっているように思います。共に歩ませていただきたい、共有共感し合いたいという願いが込められているアルバムでしたので。その後工藤さんは人生を共に歩むパートナーと出会い、2017年に結婚、2018年には2枚目の CD アルバム「レゾナンス共鳴」を発表します。今回も、コンパッションの延長線上にあるんですけれども、もちろん皆様と共有し合いたい。そして今回のアルバムのタイトルはレゾナンツ、というタイトルです。このタイトルの意味は共鳴し合うということです。コンパッションの、そのタイトルの意味が、皆様と共に歩ませていただきたい、分かち合いたいという、でその延長線上として、今私がさらにこの活動を通して皆様と共鳴し合いたい、さらにこの音が広がっていくような感じで皆様と共に恵みを分かち合っていきたい、さらに広げていきたいという思いも込めて収録させていただきました。
私たちの人生には、五体満足でまた順風満帆にいかない時の方が多いように思います。でも神様は意味のない試練は決して与えられず、またその試練を益として、そしてその試練を乗り越えさせてくれる力も与えてくださると身をもって実感しています。私がその最初の、直腸がんの宣告を受けた時に、神様どうしてなんですかと問った時に、すぐに答えが返ってこなかった。その時のことを思い返すと、一度リセットして、そして立ち止まって深く神様の御心に耳を傾けて、そして信仰的にも成長できるように神様があえて沈黙なさっていたんじゃないかなと今は思っています。まあ関西風に言うと、神様的に言ったら、儲けもんだっていうそういうふうに真文が思ってくれたら儲けもんだよと、それにしてはとても苦しい過程も私は通らされたんですけれども、でも全てには意味があって、益としてくださる本当にこの神様をさらに仰いで進んでいきたいと、願わされています。人々に寄り添い、痛みや悲しみを人々と共有し、失ったものに勝る神様の恵みを分かち合いたいと演奏活動を続けていた工藤さんでしたが、病が悪化し、2019年11月のコンサートを最後に演奏活動を休止します。そして2020年1月3日家族に見守られる中、天国へと旅立っていきました。日頃から何に対してもベストを尽くす、頑張る、自分が辛くても頑張る、特にそのピアニストとしてですね、自分に与えられた使命を全うするということにおいては、ステージに上がるときにやっぱりベストコンディションで登りたい、臨みたいということで、まあ練習もして体調もベストで持っていけるように日々努めて過ごす、そして臨む、来てくださった方々に自分が闘病で苦しんでいるという姿を見てもらうというよりは、そのような私がこの瞬間神様に強められてピアノを演奏し、神様の栄光が本当にここで表される、それを望んでいたんですね。本当に最後まで使命を全うする、自分の命を長らえ延命する治療を受けるよりも、神様の与えられた、神様に与えられた使命を全うするということの方を選んだ、そんな人生でしたね。最後まで走り抜いた。今日は今年の1月3日に天に召されたピアニストの工藤真文さんの演奏とお話をお届けいたしました。大きな病の中で死と向き合いながら演奏活動を続けられ、その届けられる穏やかで心安らぐピアノの音色は多くの人の心に共感を与え、癒しをもたらしていきました。インタビューの中で、どうして、なぜ今なのですかと死と向き合う日々の中で苦しんだとも話していました。しかしそんな中で、今の私だからこそ
できることがあるのではないかという思いが与えられ、それまでとは違った形での演奏活動を再開したと話していました。そしてそこで演奏され分かち合われる一言一言が多くの人の共感そして共鳴をもたらしていきました。私たちの人生はいつも計画通りに順風満帆に進むわけではありません。時には病が襲い愛するものを失うこともあります。自分ではどうにもならない辛い現実に涙する時もしばしばあります。私たちは自分にとってあってほしくないもの、なくなってほしいものとどう向き合いながら生きていくのかということが問われているように思います。工藤さんは命のある限り生きることに、神様を賛美し演奏することにベストを尽くしてこられました。私は詩編42編の中の言葉を思い起こしました。こう書かれています。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。この詩編の作者は大変な苦難の中に置かれ、周りからはお前の神は一体どこにいるのかとあざけられもしました。しかしこの作者は後半でこう記しているんですね。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが。今日この番組をご覧いただいている一人一人にもう一度生きること、そして生かされていること、そしてあなただからこそできることがあるということを覚えながら、あなたの涙の傍らに恵みの歌も用意されているということを知っていただければと思います。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの工藤真史さんの CD レゾナンツ共鳴を抽選で12名の方にプレゼントいたします。この CD には今日の番組の中で紹介したショパンやドビュッシーの曲が収録されています。ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思っています。番組への感想を添えてふるってご応募ください。係への宛先はご覧のところです。さて来週はシリーズでお届けしているイエス・キリストの生涯をたどる旅です。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。